もシンガーソングライターの関口ゆきです。本日もおうちで弾き語りよろしくお願い申し上げます。今日ちょっとあのいろいろありましてですね、あの距離が遠いんですね。いつも遊びにいらしてくださってる方、覗いてくださってる方は分かると思うんですけど、ちょっと距離があるんですね。でも心はそばに。はい、言わなきゃよかったね。こういう何余計なこと言っちゃうんだろうね。はい、本日もおうちで弾き語りよろしくお願い申し上げます。リクエストを頂戴しておりまして、どうもありがとうございます。衝動、魔物が暴れ出す時というアルバムの中からお届けいたします。亀吹雪。いかがでしたでしょうか。あら、お酒飲んだみたいに耳が赤い飲みすぎ
注意してね。ね、私にだけは言われたくないと思うけど、注意してね。それではごきげんよう。関口ゆきでした。